皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はエチュードハウスのコスメを使って韓国風オレンジメイクをやってみました。やっぱり夏になるとオレンジメイクが流行るかなと思うんですが、私いつもピンクばかり使ってオレンジを使ったことがなくて、でも今回やってみたかったのでエチュードハウスのコスメを買ってきてやってみました。ぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。はい、まずは今すっぴん裸眼の状態なのでカラコンを入れていきます。今回使うのはアディクトの01番アンバーブライトというカラーを使っていきます。こちらのカラーは色素薄めな感じの茶色なのでオレンジメイクに合うかなと思ったので今回こちらを使っていきたいと思います。こんな感じのカラコンです。こっちだけカラコン入れてます。右も入れていきます。カラコンが入りました。そしたらベースメイクをやっていきます。下地を塗る前に私はまず日焼け止めを塗っています。こちらのスキンアクアトーンアップ UV エッセンスを使っていきます。この後に使う下地にも SPF は入ってるんですが、こちらトーンアップ効果もあるのでこちら出して塗っていきます。こちらの下地は紫なのですごい肌に透明感を与えてくれて、私はまず下地の前に顔全体に塗っていきます。ちょっとはトーンアップしたかなと思います。そしたら下地を塗っていきます。下地はポール&ジョープロテクティングファンデーションプライマー S の01番を塗っていきます。こちらはすごく保湿力のある下地で口コミも高い下地なんですが、最近私ファンデーションを塗るのをやめたんですけど、これだけでも十分すごく綺麗な肌を作ってくれるのでこれプラスコンシーラーだけにしてます。こちらテクスチャーは結構緩めな感じで広げやすいんですが、こちらを塗っていきます。ムラになるのが嫌なのでセリアの 3D パフを使って薄く伸ばしていきます。薄く下地が塗れました。そしたらコンシーラーで気になる部分だけ隠していきます。まず使っていくのがこちらの資生堂のコンシーラーです。こちらの資生堂シアーアイゾンコレクターファンデーション部分用というものの101番、こちらを使っていきます。筆でこうやって回して出す感じのコンシーラーで、眉毛のこう上の部分と下の部分をこんな感じにして叩き込むように塗ります。もっとなんかがっつり隠したい方とかは色をもうちょっと濃い感じのを使ってください。次に使っていくコンシーラーはこちらのペリペラコンシーラー01番です。こちらを私は目の下のこのクマと小鼻の部分と、あとねここにねニキビができたんですよ。なのでニキビの部分もちょんちょんって塗って、まずちょっと手で塗って広げてって後から叩き込んでいきます。はい、肌はこんな感じで仕上がりました。ファンデーションしないんですが、こちらのセザンヌ UV クリアフェイスパウダーの P1 ラベンダーのカラーを使っていきます。これを塗ることによってさらにトーンアップしてくれるのでこちらを使っていきます。こういう紫の色ですごい好きでずっと使ってます。こちらをほっぺら辺とここのラインと T ゾーンぐらいな感じで、ちょっともう軽くお粉を叩く感じで全体じゃなくてちょっとボンボンって塗っていきます。続いてキャンメイクグローフルールハイライターのこちらの白いお粉として使ってるんですが、普通はねあのハイライトとして使うんですけど、私はハイライトはちょっと別のものを使っていて、この白のお粉として使えるのでこのラインに入れていきます。顔がこけて見えてげっそりして見えるって言われるので、なるべくちょっとふんわりここら辺に入れていきます。はい、こんな感じでできました。そしたら続いて眉毛をやっていきます。眉毛はまだうまく描けなくってあまり上手ではないんですがやっていきます。サナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD05 番を使っていきます。こちらはこういうペンシルになってるのと、ここを回すとこれなんかチップになってて足りない部分をこう塗れる感じのものが入ってるんですが、私はペンシルをよく使ってます。ペンシルとあとこっちがねぼかすものもついてるので、これ一本でいろんなことができちゃいます。この眉毛の長さがないので、長さを
出していきます。眉マスカラを使っていきます。前まで違う眉マスカラを使っていたんですが、結構全体的に今回はブラウンとオレンジを使っていきたいと思って、こちらのキャンメイクカラーチェンジアイブロウの03番のココアブラウンというカラーを使っていきます。最近このブラシが変わってリニューアルしたみたいな感じで、さらにね前のブラシよりも塗りやすくなったみたいですね。こちらをまずこっち側に持ってって、それからこう整えていく感じで塗ります。こんな感じです。こっちに一回持ってって毛並みを戻す。眉毛ができたら、この色だとちょっと濃いなって思ったらちょっと乾いてからこちらでぼかしていきます。今ぼかすとなんかベタっとしてるので後でぼかしていきます。そしたら次にアイシャドウをやっていきます。アイシャドウは今回このメイクをやりたくて購入したエチュードハウスルックアットマイアイジュエルアイシャドウの OR202 番のカラーを使っていきます。どういうメイクをしようか試しにやってみたので、もう使ってしまってはいるんですが、こんな感じでハートになってるすごく可愛いアイシャドウです。ちょっと似てるけど違うみたいなカラーもあったんですけど、こちらのカラーが私好みなオレンジだったので今回これを買ってみました。チップで塗ると結構ドバッとつく感じで、ブラシで塗るとふわってつくんですが、今回はちょっとね指にとって軽くのせる感じでやっていきたいと思います。出してみるとこのようなオレンジで、すごく可愛いオレンジです。ザ・オレンジって感じのオレンジではないので、普段あんまりオレンジ使わないなっていう人でも割と使いやすいオレンジなのかなと思いました。私も普段オレンジのメイクをしないので、ちょっとこちらのカラーで挑戦してみようかなと思います。こちらをアイホールにのせていきます。いつもアイシャドウは二重幅よりもあまり広く塗らないんですけど、今回はこのオレンジが可愛いのでオレンジをちょっと主張したいので割とオーバーめに塗っていきます。こんな感じです。目開いてる時でもオレンジのアイシャドウを可愛く見せたかったので、今回はちょっと広めに塗ってみました。そしたら次にキャンメイククリーミータッチライナー02番を使ってインラインを引いていきます。リキッドタイプとペンシルタイプを使うんですが、ペンシルでまず粘膜を埋めるような感じで塗って、その後目尻だけリキッドタイプで引いてます。こちらのペンシルタイプは全然力入れてなくてもふわーってかけちゃうので、あんまり皮膚に負担をかけなく引けるインラインなので、すごくこちらおすすめです。いろんなペンシルタイプのアイライナー使ってるんですけど、ここまでスルスルかけるものってあんまりないんですよ。なのでデリケートな皮膚の粘膜にはすごく向いてるかなと思います。こちらを埋める感じで目を開けながら埋めます。埋めると埋めないとじゃあ結構違うんですよね。わかりますかね。引いてる方がはっきりとして目力がアップするかなと思います。一度出したらもう戻らないペンシルなので、2ミリぐらい出して引いていきます。インラインが引けました。続いて新しく不老不死から誕生したウズのアイオープニングライナーのグレーのカラーを使って目尻を引いていきます。こちらはこんな感じのブラウンよりのグレーみたいな感じで、色素薄め系のメイクをしたい方はすごく合うアイライナーだと思います。前はあの目の上からこう引いてたんですけど、私は最近ちょっと目尻だけの方がいいかもって思ってちょっと目尻だけにしてます。アイライナー結構失敗するので変だなと思ったら綿棒で取ってやるっていう感じです。左右一緒にするのって結構難しいので、これは慣れが必要かなっていう感じです。目尻が引けたら、いつもやらないんですが今回は新しく買ったラブライナーペンシルグリッターコレクションのコーラルブロンズというカラーがすごく可愛いので、こちらのオレンジとピンクの独自のブランドで作られたカラーを使って、ここにねちょっと目尻によくブラウンだけをね入れる方いるじゃないですか。そんな感じで使っていきたいと思います。ここの部分に入れていきます。ここからちょっとこんな感じでここにキュッキュッて入れていきました。入れなくても入れてもどっちでもいいんですけど、入れると目力もアップするし可愛いかなと思います。
続いて涙袋を作っていきます。涙袋もすごく質問をいただくんですが、もともとないわけではないんですが、涙袋を作ることによってすごく印象が変わるし、涙袋がある女の子ってすごく可愛いので結構大事だと思うんですね。なのでいつもと同じ涙袋の作り方でやっていきたいと思います。まず涙袋に使うのはセザンヌトーンアップアイシャドウの04番ピンクブラウンというカラーの一番この減りが早い方を使っていきます。このカラーをチップで取ってここに入れていきます。こちらをここに入れていきます。こうニッて洗った時にできる部分だけに塗ります。これだけでも十分って思う方はこれだけでいいんですが、こちらのジルスチュアートアイコニックルックアイシャドウの G の303番が大粒のラメと小粒のラメがすごい可愛くって、ピンクすぎない薄ピンクでどんなメイクにも合うので、全然アイホールにのせても可愛いんですけど、最近こちらを涙袋に入れてます。これ付属のチップがないので、私はダイソーで4本入りぐらいで売っている細いこういうチップがあって、これでつけてます。ここに入れていく感じです。こんな感じです。何もやらなかった時とだいぶ違うので、涙袋ある方でもちょっとメイクすることによってもっと涙袋がぷくって見えるかなと思います。そしたら、まあ、これだけでもいいんですが、ケイトダブルラインエキスパートのクースブラウンを使ってさらにここに影を入れていきます。 K パレットのものも気になってるんですが、どこにも売ってなくって、 K パレットのものと比較して紹介してほしいってコメントがあってから探してはいるんですけど、なくって、メイクを私が始める頃とかにこれをすごく視聴者さんにおすすめされて購入して、本当に買ってよかったなって思うアイテムです。二重幅のここ長さを出したい方とかも、こういう二重幅の長さを出して綿棒でぼかしたりとかするのにも使えるし、結構涙袋の影に使う方が多いかもしれないですね。こちらをここに入れていきます。綿棒でぼかします。あんまり力強くやるとここの部分の皮膚は弱いので、ほどほどに、こんな感じです。入れすぎるとクマみたいに見えるので注意です。続いてシェーディングしていきます。ケイトデザイニングアイブロウ 3DEX4 のライトブラウン系のカラーを使っていきます。これは眉毛を作る時にも使う方多いと思うんですけど、1個あるとノーズシャドウにも眉毛にも使えるので結構便利です。太い方のブラシをここで取ってここに入れていきます。そしたら続いてハイライトです。セザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュのカラーを使っていきます。このハイライトはこの値段とは思えないクオリティのハイライトで、めちゃめちゃ優秀なハイライトです。手に出してみるとこんな感じで、すごく綺麗なツヤを出してくれます。今の時期塗りすぎると汗でテカってる人みたいになるので、程よくトントンって T ゾーンにのせていきます。テカりすぎるのが嫌な方はブラシで程よくこう塗る感じがいいかなと思います。あと結構立体感が欲しい方とかはここの目頭のとこに入れる方が多いですね。こことここに入れていきます。でブラシでここの頬のね、一番高いラインのところにも軽く入れます。これも軽くぼかします。結構立体感が出てるかなと思います。そしたら続いてまつげを作っていきます。まつげの作り方を動画に出したんですけど、それからちょっと変えたので紹介していきます。オレンジにはやっぱりブラックよりもブラウンが合うかなと思ったので、ブラウンのマスカラを用意したんですが、その前にマスカラベースを塗っていきます。 DHC パーフェクトマスカラベース EX のこちらのマスカラ下地を使っていきます。透明なんですけど、こちらを塗ってから塗るとかなり違います。キャンメイクのクイックラッシュカラーもすごく上がるんですけど、 DHC のものを最近私は使ってます。これは友達におすすめされて買ったんですけど、すごいまつげが上がる、キープしてくれる感じかな。これをビューラーしていきます。まつげ長いねってよく言われるんですけど、まつげ美容液を忙しくない日は塗ってから寝たりとか、繊維のあるマスカラを使うと長く見えるので、まつげ短いって思ってる方は繊維が結構たっぷり入ってるマスカラを使うとかなりまつげが長く見えるかなと思います。ではこちらのベースを塗っていきます。下まつげもちょっと軽く
塗ります。ちょっと立ってからマスカラをつけていきます。使うマスカラはコージーローリーウィンクロング&ボリュームマスカラのブラウンを使っていきます。ブラックもすごく目がはっきりして見えて、そのマスカラを使うといつもよりも目力があってはっきりした目になるのですごい好きなんですけど、オレンジにはブラウンが合うかなと思ったのと、優しい印象を与えたいのと、あとね、目の色がカラコンが茶色なので茶色でやっていきます。こちらを塗っていきます。そのなんか赤茶っていう感じのブラウンでもないし、すごく好きな色ですね。こうジグザグにグググググってこんな感じで塗ります。ダマになったらまつげコームで溶かしてください。下まつげ私なんか濃く塗ると毛ばくなるので、残ったマスカラでちょっと塗る感じぐらいですね。マスカラを塗るとこんな感じのまつげになります。はい、そしたらチークを塗っていきます。チークもこのメイクをしたくて買ったエチュードハウスラブリークッキーブラッシャーの OR201 番を使っていきます。ラブリークッキーってもう商品名がめちゃめちゃ可愛い。パフもめっちゃ可愛いんですよ。あら、落ちちゃった。ポンポンって取ってのせていきます。最近上の方じゃなくてここら辺に塗るのが好きで、ここら辺に塗ってますね。結構ふわーんって入れてちょっとぼかす感じですね。はい、リップなんですが、エチュードハウスベターリップトークの RD301 番を使っていきます。新作のリップらしく、びっくりしたのがこう開けたらこうマグネットが仕込まれてるのか、ピュッてくっつくんですよ。開けたらヒュッてここがつくんです。それがすごいなって思いました。感動しました。私こういうリップ初めて買った。もう手の甲に出しすぎなんですけど、こんな感じのカラーですね。こちらを塗っていきます。なんかいい匂いするんですけど。はい、そしたらちょっと髪をセットしていきます。はい、というわけで今回は韓国風オレンジメイクの完成です。はい、こんな感じのメイクです。オレンジのアイシャドウ、オレンジのチーク、オレンジのリップで可愛い韓国風メイクをやってみたんですが、ぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。この動画が良かったら少しでもね、やってみたいなって思っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。このメイクのご感想をぜひコメントで待ってます。